旧春到来を告げる第76回ジャバ東京スポニチ大会決勝が9日に行われた。東芝が4年以来17大会ぶりの優勝を飾った。大会は3月6日に開幕。4ブロックに分かれた予選リーグ1位のチームでこの日、準決勝と決勝を戦った。